小銭大歓迎両替金手数料値上げで辛いですどうぞ小銭を使ってやってくださいレジ前にあるポップが目を引きます大阪府高槻市の大阪処方店長によりますと4年ほど前から大手銀行で釣り線の両替手数料が導入され多い時で 月に五千円程度もかかるようになってしまったといいます。うち書店ですので、あの本の利益っていうのがすごく少ないんですよ。五千円の手数料っていうのは分かりやすく言うと、鬼滅の刃全二十三巻を二セット売った利益がそのまま手数料で取られちゃう。として考えると一冊一冊をあの売っている身としては結構厳しいものがあります、ね。 一方で3年ほど前から小銭を銀行に預けたい人にも手数料がかかるようになり大手銀行の中で最後まで ATM も窓口も無料だったゆうちょ銀行はともに今年1月から手数料がかかるようになりましたそこで思いついたのがこのポップだったのです 小銭貯金をされてるお客様からあの本当に1回の入金で50枚ぐらいだったっけなあしかできないっていうのをものすごい困ってるっていうお客様が1回来られてその時にお手元に持ってた小銭を両替させてもらって <laughs> 個人商店の方とかあの小さいお店をやられてる方っていうのは。 やっぱり同じように悩んでいらっしゃる方はたくさんいいらっしゃると思います全国の銀行で進む高貨入金の際の有料化では一体どれほどの手数料がかかるのでしょうかこの100円玉を ATM で入金しようとすると高貨1枚分の手数料110円が引かれてしまいます 例えば、ゆうちょ銀行の A. T. M. で預け入れる場合。二十五枚までは百十円。五十枚までは二百二十円。百枚までで三百三十円の手数料が生じます。窓口だと五十枚までは無料ですが。百枚までは五百五十円。五百枚までは八百二十五円などと。同様に、枚数に応じて手数料がかかります。 府内に本店や支店がある銀行で構成する大阪銀行協会の半沢会長は効果の取り扱いにはコストや手間がかかるとして理解を求めますサービスに費やすコストや付加価値価値提供に見合う手数料をいただくとサービスを維持していくためにどういうふうに手数料を体験数字を考えればいいのかということをまさにおしゃ考えてる 入金手数料の有料化に特に頭を悩ませているのが各地の神社です600年以上の歴史があり安産の御利益などがあるとして地元で親しまれている片野市の住吉神社再選やおみくじ代などで数多くの効果が集まるため銀行口座に入金するには多額の手数料がかかります。そこで 神社の方に集まった効果をコインチェンジということで始めさせていただきます。考え出したのがコインチェンジというサービスでした。商店主がお釣りに困った時に紙幣を神社に持っていくと、神社は再選などで集まった小銭と紙幣を無料で両替してくれます。 商店主にとっては、両替手数料がかからないだけでなく、神社にとっても小銭の入金手数料を抑えることができます。お互い助け合う一石二鳥のサービスです。この神社を取りまとめる総大町は、神社の方にとっても、あの。 預け手数料ですね。まあね、あの業者の方にとっては。両替手数料がいらないということで、まあ。あのウィンのウィンのあの関係かなと思います。この取り組みを知った地元の美容室は。あ、すごいありがたいと思います。しかも日曜日にやってくれはるから。銀行どうしても日曜日やってないので。 店では、クレジットカードや電子マネーなども導入していますが、古くからの常連も多く、まだまだ現金払いのニーズが高いことから、釣り線は欠かせませんもうぜひ、はい、利用させてもらえたらありがたいです。うん、そして、コインチェンジの初日、住吉神社には早速、両替に訪れる地元の商店主らの姿が。 100円が1万円と50円が1万円とこれでお願いしますわこちらはコンビニエンスストアの店長持ってきた紙幣などの枚数と欲しい小銭の枚数を紙に記入しますこの日は24,300円を1000枚の硬貨に両替しました仮にゆうちょ銀行の窓口で行った場合

店の釣り専用に七万円分の両替です。助かります。ありがとうございます。はい。現金商売ですので、どうしても小銭が必要になってまいりまして。すごい助かりました。そして、先ほどの美容院。両替するお金を店長がレジから準備します。ます営業中で店を開けられないため、スタッフが代わりに神社に向かいます。 よろしくお願いしますはい5000円札を100円玉50枚に500円玉を10円玉50枚に無料で両替できましたその後何気なく隣にある本殿に向かってお参りします実は両替ついでの参拝も神社の狙いの一つ かつてに比べ地元との関わりが薄らぐ中でどうしたら神社に足を運んでもらえるかを考えた結果だったのです。地域に根付いたですね。まあ神社で住んでまあ地元の,方のお商売の方ですねがまあ気軽に両替に来ていただければ参拝にもつながるんじゃないかということで。 新しい方がこの神社を知っていただいたということ自体ですねそれでまああのではないかと考えております神社が考え出した新たな両替サービスは地元とのご縁を結ぶきっかけにもなっているようです。